かったんですよ。気づかなかったんですね。北酒場、北酒場、細川たかしさんがね歌われた曲なんです。演歌のね、元気な曲ですので歌ってみたいなと思うんですが、はい、北酒場ご存知ですか。はい、はい、歌ってみましょう。はい、リクエストをいただいた曲を皆様とご一緒
緒に歌う時間になります。早速もしリクエストがございましたら、戦争を知らない子どもたちになりましたら、皆様もぜひあのリクエストをお伺いくださいませ。皆様65ページ青い方の方です。戦争を知らない子どもたちというリクエストをいただきましたので、65ページを受け取られましたか？大丈夫ですか？
咲くね、黄色いちいちゃんがね、道端に咲いている花なんですけど、ね、バラの花よりも輝いているでしょうというね、歌ですよ。第3週の2曲目、赤い話
白い花が来ました。よろしかったらどうぞ。あ、赤い方の10ページ。はい。では参りますよ。よろしいですか。いらっしゃいませ。もうずっと迷ってたらしょうがないけど、また来たからいい。また気持ち違いますね。では参りましょうか。どうぞ。
ね。スキー。スキー。あ、スキー。はい。はい、その隣です。はい、皆様59ページお隣ですね。シーズンですね。青森はすごいでしょうね。はい、雪がね。最中で言いますけどね。今日も雪マーク出てますね。大変ですよね。住んでいらっしゃる方もね。ではスキーです。59ページですよ、皆さんお隣です。